はい、気になる男。第228話ですね、久保さん。こんにちは。さあ、顔出し。家族がね、嫌がる職業ということで、家族が嫌がる職業ということで、第228話始まったわけですけども、この、このサムネ、すごい、すごいですね。ヒカキンみたいになってますよ、もう。ヒカキン <laughs>。ヒカキン、す、すごいですね、これ。 すごい、すごいサムネだ。<laughs> 久保さんのサムネすごすぎなんですけどね、これ。いや、すごい。これ見てるだけなんかすごいなと思っちゃいますけどね、本当に。はい。で、今回あれですね、前回言っていただいた。うんと、ここだ。家族が YouTuber やめてくれみたいなね。 まあそういう話あ,そうあるとは思うしね、まあ、実際やってみないとこれ分かんないですよねきっと実際ちょっとやってみてどういうことになるかっていうのはやっぱやってみないと分かんないことがあるかなと思っていてでやってみて初めて分かることもあるしやってみなければこれも気づかないこともあるしっていうところもあるのかなと思ったりもするんですけど、まあ、前回その家族はやめてほしい職業って結構あるんじゃないかみたいなねいうお話していただいてて まあ、ここに一例。まだこれ以上いっぱいね、久保さん言っていただいたんだけど、言っていただいたんですけど、プロボクサーとか、介護士とか、まあ、ガードマンとか、スクープ記者とか、もう本当いっぱいありますね。これ以外にもプロレスラーとかもお話ししていただきましたよね。あと、原発作業員。<laughs> 原発作業員ね。だから、本当にいろいろありましたね。あと、自衛隊の話もしていただきましたよね。本当、これ以外に。うーん。 本当にいろんな職業あと介護士もお話ししてました介護士書いてる書いてた <laughs> あとはね、風俗営業法とかね、なんかもう営業法じゃないですけど、闇カジノとか、ギャンブラーとかもいろいろあると思うんですね。だからあと税務署も行ってましたか。税務署ももう本当、いろんなことを、いろんな職業あるんですよね。いろんな職業。だから本当にね、子供は。 ね、YouTuber やりたいっていうね、答える方いるかとも思うんですけど、本当に何をやりたいかっていうところも、そうですよね。プロボクサー好きな人は本当にボクサーに命かけてますからね、本当に。うん。何が好きかっていうところってすごく重要かなと思っていて、もちろん職業としてやるっていうところもあるんですけど、うーん、なんか、 こう見てみると YouTuber だけじゃないなーっていうのはありますよね、本当に。家族はやめてほしい職業っていうのは。結局職業って、まあ、最後これかなと思ったんですけど、ま、自分の性格に合わせて、だから自分の性格もあると思うんですよね、職業って本当に。本当大嫌いな職業をずっと続けてると、お,おかしくなりますからね、頭が本当に。本当に。 で本当周りの人と折り合いをつけながらこう成り立つことができるっていうのがあるのかなと思っていて特に YouTuber であれば家族の理解があればまた全然違うとは思うんですよね。で家族はもうどうしてもやめてくれっつうのはねちょっともうこそこそやる,やるしか <laughs> ないのかなとか思いますしまそういう考えてもいろんな。 考え方もあるし、まあ別にやってもいいんじゃないからね、いう感じのスタンスの家族なら、またあと一人であればね、もう完全に気楽にできますんでね、まあ、そういう意味で、やったことないんであれば、まずやってみるっていうところから入ってみて、あ、あーやっぱり反感買いま、買ったな、みたいな、反感、反感買っちゃったな、みたいな、特に顔出しなしだと、やっぱり、 反感買ったな、じゃあ,まあしょうがない、しょうがない、やめようっていうこともできたりするので、これ一つありかもしれないですよね、本当に。うん,、うん。だから、そういうまず職業があるので、やってないってことは非常にもったいないかなと思って、やってみて、それで自分の性格がね、続けばすごい合ってたと思いますし、うん、もしね、性格があったとしても、周りの人がね、ちょっとやめてくれ、言われたらね、それをどう続けるのかですよね。 細々と続けるのか、まあ、メインでやるのかっていうところもありますんでね、まあ、そういう意味で本当に、この、まあ、チャレンジしてみるっていうのは一つの手なのかなと思いますけどね、なんか人生的な感じで言うと、まあ、自分がじゃあここら辺の、うん、とプロボクサーとか介護士とかガードマンとかスクープ記者、チャレンジしようかと思うと全くそういう思いないですからね、うん。自分がいいなと思ってやってみるっていうのは一つ合うのかなと思って、自分がその、 まあ、エンジニア職の時にやってたのが一回添乗員やってたんですよね。あの旅行の,あのついていくやつあれちょっとやってみたいなと思って、でも職業今やってるしなと思って転職するのはちょっとできなかったんで、その時は派遣かな派遣会社に登録してちょっとやらせてもらったんですけど、これもまた天 <laughs> 乗員って大変だなと思って旅行に行けるのはすごく楽しかったんですごくいいんですけど、これもまたね、しっかりと、あの <laughs>、 お客さんをね目的地まで絶対に送らなきゃいけないし時間とかもこっちで全部把握しなきゃいけないしもうタイムキーパーみたいなねあんまりなんだその旅の乱れをねこうなんだろう乱すやつはちょっとね少し。 ね、怒るわけにはいかないですからね、添乗員だから、ちょっとちょっとって、こう、うまいことやらなきゃいけないってい、また気苦労も <laughs> すごい大変だな、みたいな、これ、天井員やってる人すごいなとか思っりたりもして、やっぱやってみて初めて気づくことっていっぱいありますんで、なんかね、自分がやりたいなと思うことはやっていいと思う。特にこの YouTuber に関しては別に、職業で誰かにこう、ね、あの、許しを求める必要とかもないんで、でまあ、やってみて、 会わなければそれでいいのかなと思ったりもするんですけどね。はい。ということで、本当に家族のね、家族が嫌いって言われたらしょうがないですけどね。まあ、ちょっと自分でやってみて、ああ、いいなと思うことはどんどん取り入れてみて、やってみるといいのかなっていうところはあったりもしますね。はい。ということで、YouTuber という職業ね、家族から嫌われたときっていうね、とこのお話から少し発展させて お話しさせていただきました。まあ、ともかく自分の性格ですよね。自分の性格に合わせてやれることをやればいいのかなと思ったりもいたしますね。はい、ということで、えー、気になる男第228話、こんな感じで終わっていこうかと思います。ありがとうございました。